紹介するのは通算4回未満であるものと予想されています。武井氏は過去94回、95回大会と2回メンバはい、じゃあいただきます。はい、いただきましょう。よっ。俺が10位だよ。あら、まだ終わるまでわかんないでしょ。もう1時半だもんな、うん、だいぶ遅れちまった。これ今日僕が作りました。はい、鴨肉と鴨肉と白菜とピーマンのあんかけでございます。鴨肉、うん、余ってたから。ここに降り口こんなあったっけか。10位だもんな、今年は。今創価大学が1位。めちゃくちゃ人いるやん。待ち時間だ。神奈川県警も休みを返上して出てくるんだろう、みんな。申し訳ないよな。うわ、すげえ。初めてじゃない？出会いました。うん、やっぱそうだな、聞かねえもんな、創価大学なんてな。岡田まさか1位になるなと思わなかった誰も。うん、毎年出てるけどな。ああ、青山、紅葉、いや青学だ、青山だろ。うん、なんか触ったのか、足つったんじゃないか。いやー、くそー。あー、ダメだな。くそー。11位になってた。
藤子も終わりか。終わりだな、十分だろ。すっごい上手かったよ、なんだあいつ。なんであそこ通ろうとしてんの。ゲーム人なの。あと 400m もうすぐやん。人多いな。結構いいな。見に行くなって言われてんだから見に行かなきゃいいのに。CM がおかしくなっちゃうじゃん。すごいな。もうすぐよ。鳥が出てこんな。鳥？鳥。鳥もう過ぎたんじゃないか。あ、もうすぐなんじゃないか。うん、素晴らしい。すごいね。いや、すごいね。初めては。起こしてあげて、起こしてあげて。あ、起こす。なんで、何してんの？起こしてあげなきゃ、なんで、すぐ着させなきゃ。何やってんか分かんない。何やってんだこれ、こいつら。絶対寝かしちゃダメでしょ。何やってんだよ。またいいの。いや、すごいね。すごい、1区15位から。大変だ、このゴールテープ持ってると思う。
ダメダメダメ、これもう今日で終わりだから。聞いたことあるね。あと1キロだ。頑張ってほしいな。ちゃうだろうな。ラブトル。いやテープ邪魔だね。あんなカメラのロープに引っかかったら危ねえだろう。あと600m。食べるよ。うん、食べるよ。魚だもんね。早稲田も大津くんだな。いやどうなる。おお抜かされなかった。頑張ったね。明治大学
ラクがフィニッシュしました。僕は鈴木清人、優勝候補の一角でもありました。明治大学第97回は苦しい箱根となりました。青学は12位、青学はトップの7分36秒差だって。みんなこんな辛そうなのに。そこ渡るんだ。変な人多いな。危ない。そこに入れちゃうの？ご飯まだあるよ。いいんだよ。すごいな。黒豆と飯食えんのかい。絶対ご飯に合わねえよ。三チーム。あ、今その姿が見えてまいりました。白地に赤の C。4年連続94回目。あ、残り3チームで終わりや。うん。これ中央行って残り2チーム。なかなか2桁順位がつき、苦しい大会となりました。往路19位、中央大学4年生、宇根拓夢。今、フィニッシュテープを切りました。ほらほらほら。担いだ。すごいな、もう意識ないんだ、もう。すごいな。あ、苦しいわ、なったったよ。てんだね。うん、俺も頑張って飯食ってんだ。一緒に住んだよ。うん、立派なことかもしんねえけど、じいちゃんも飯食うのは。ちょっと多かったよな。ちょっと多かった？うん、ご飯が？うん、いや、駅伝の話しろよ、ちゃんと。頑張ったね。うん、
今日はお片付けおじいちゃんしてくださいね。OK、うん、いや